レナ人の街っていうからにはいろいろ違ってるんだろうと思ってたけどよ。でもこれはそういうのとも違うよな。配置が土台ごと変わってしまって都市の体を成していない。何があった？もしかしてレネギス全体が形を変えた影響が内部にまで。あのくさびが降りてきた時か。だからって人が住んでる場所まで動かすことないだろうによ。自分たちの町だろ。レネギスの民のことなどどうでもよいということなのか。どちらにせよこれでは禁漁への道もわからないな。ひょっとしてデュオハリムか。アバキール、息災で何よりだ。やっぱり君か。だがなぜここに。スレドブリガーはどうしたんだ。連れているのは一体。ダナがどうなっているのか知らないのか。何かあったのか。知り合い。古い友人だ。なあデュオハリム、君が連れているのはまさか。我々のことはいい。それよりここで何が起きている。それがさっぱりわからないんだ。突然都市の構造が動き始めてこの有様だ。そのうち王から何か知らせがあるとは思うが。アバキール、我々は禁漁への道を探している。心当たりはないか。禁漁へ。そんなところに一体何しに行くんだ。それは知らなくてもいいことだ。相変わらずだな君は。とはいえ見知った場所でさえどう行けばいいかわからないような状況だからな。まして禁漁となると。そうか、なら自力で何とかしよう。もうフィアリエには会ったのか。いや。そうか。彼女は変わっていない。いやむしろ。承知している。なぜ戻ってきたんだ。辛いことになるぞ。それも承知している。そういうところもちっとも変わらないな。分かったよ。これ以上は聞かないが気をつけろよデュオ。フィアリエって誰なの。ロウ。先ほどの話からするとレネギスの住民はダナのことを何も知らされていないようだな。そうね。ここの状況もよく分かってないみたいだった。くさびは間違いなくレネギスから現れたのに。もう少し情報が欲しいな。住民に話を聞いてみよう。ついでに一応赤い女のことも聞いてみようぜ。禁漁ってところに行く方法もだよ。私たちでは騒ぎになるかもしれない。シオン頼めるか。そうね、その方がいいわ。私もやろう。ティオハリム、スルドの資格はレネギスでは有効に働く。分かった、二人とも頼む。俺たちダナは目立たない方がいいんだろうな。もし騒がれたらどうするの。私が連れ回してる。それもいい。言い訳しよう。いるかよ俺ら。ひどいことになった。死骸はこのアリサマ。ズーグルが制御を受け付けなくなったとも聞く。いかなることやら。あなたもどうしてこうなったのか
理由を知らないの？事前に何の布告もなかった。知る必要はないという王のご意向なのだろう。我々としては受け入れるよりない。それより、御身はイルル・ケリス家のティオハリム卿ではありませぬか。確かスルドとしてダナにおられるはずだと。いかにもティオハリムだ。多くを語ることは許されていないが、特別な任務で戻ってきている。全ては王の御心のままに。時ならぬ御身のご帰還、レネギスの変容、いやはや王の信望は計り知れませぬ。イルル・ケリスクは多くのスルドを輩出しておられる。こたびのスルドぶりが御身の勝利を記念しております。最善を尽くそう。私も心得はあるが、君には及ばないな。これはティオハリム閣下、お会いできて光栄です。私も前回のスルドブリガでダナにおりましたが、残念ながら我がスルド閣下の勝利は叶いませんでした。思った以上に奴隷が死んでしまって。そうか。失礼。あなた最近レネギスで真っ赤な服を着た女を見かけたことはないかしら。赤ですと？いえ、覚えがありませんな。そんな服ならさぞ目立つことでしょうが。ちなみに前のスルドブリガの時にスルドのそばで見かけたこともない。変なことを聞きますな。今も当時も覚えはありませんよ。その女が何か。いえ、時間を取らせたわね。ありがとう。私もここから先に進みたいのに行けなくて困っているわ。全ては王の御心のままに。とはいうものの、いつまでも下層民の私がこんな上層民の区画にいたら何を言われるか。気が進まないけど、やっぱりあそこに行ってみるしかないかしら。何か心当たりがあるのかね。ティオハリム・イルル・ケリス様、なぜこんなところに。スルドブリガの最中では。私のことはいい。それより心当たりがあるなら聞かせてほしい。失礼いたしました。この先にできた壁に入り口のようなものを見つけたので、そこを通り抜ければ別の区画を移動できるかもしれないと思いまして。それは検討の余地がありそうだな。私が確かめるから君はここで待っていたまえ。問題なさそうなら改めて知らせよ。よろしいのですか、私のような仮想の者に。鋭閣下お自らなんて。このような時に上も下もあるまい。本来同じレナの民だ。
ありがとうございます、ティオハリム様。いろいろ話を聞いたな。それでどう思う？やはりなぜ町がこうなったのかも、ダナデスルドブリガがどうなったのかも知らないようね。スルドブリガの情報ってこっちには全然入ってこないものなのか？以前であればここまでではなかった。何か統制が敷かれているのかもしれない。住んでるところがこんなことになってるのに、みんなやけに落ち着いてるよね。ああ、ズーグルが言うこと聞かなくなってるとも言ってたしな。本当なら一大事のはずだぜ。ここで起きることは全て王の意志によるもの。レネギスではそういう考え方が深く根付いているからな。全ては起こるべくして起こる。王の統治によって。王の統治。一つ気になったのですが、今レネギスを統ているのは誰なのですか？無論当代の王だ。王がレナからレナとレネギスの両方を統ている。間にスルドみたいなのもいないのか？レナってダナと同じくらいでかいんだろ？レネギスだけでもこんなに広いのに全部一人で収めるなんて、そんなことできるのか？言われてみればそうだな。気にかけたこともなかった。王が全てを統るというのがここでの常識だった。私もレナ本国をどのように統治されているかは知らん。シオン、君は、いや君自身でなくてもいい、誰か本国に行ったことがあるものを知っているか？いいえ、知らないわ。私もだ。だが、だとするとまさかレネギスの住民全員がそうなのか？どうしたんだよ、急に深刻になって。レネギスでレナ本国をその目で見たことのあるものは誰もいないかもしれないということだ。王その人を除いて。ですが、それだとレナとレネギスには交流が全くないことになりませんか？王だけが一方的にレネギスにその意向を伝えている。そういうことになる。考えてみたらさ、レナにいる王様が遠く離れたレネギスまで直接統治しているのって無理があるよね。今みたいに何かあってもその場にいないんだし。そもそも王とは何なのです？アルフェンは奨励の儀を行うために無理やり王にされたという。一方でレナの統治者も王と呼ばれています。どちらが真実なのでしょう？スルドブリガの勝者となったスルドが前任者からその座を引き継ぎ、レナの全てを統治する。それがレナの王だとされてはいるが、そのレナ王は沈黙したままだ。ボルラーンのこともある。もはや何が真実か分かったものではないな。300年前、俺はレネギスで王になった。いや、された。ダナ人の俺がだ。そして今この時代に同じ王の紋章を持つボルラーンがいた。俺たちに共通するのは、どちらもスルドブリガに勝つことなく王になったということだ。ボルラーンはアルフェンと同じ儀式のための王ってことか？わからない。だがありえない話じゃないと思う。つまり統治者としての王と儀式のための王がそれぞれ存在していることになるのか。だが確かにガナスハロスでボルラーンの死体は見つかっていない。レネギスがこうなったのもボルラーンがここで儀式を行ったからだとしたら。待てよ、それって赤い女とボルラーンが仲間だってこと？だって儀式には赤い女が持って逃げたレナス・アルマが必要なんでしょ？儀式には巫女も必要なはずよ。私の他にも巫女がいるのでない限り。疑問疑問また疑問だ。この状況を解決するには王の正体を見極めるよりないようだな。王だけが入れるという禁漁なら何かつかめるかもしれない。ダナを救うためにも真相を暴くんだ。え、行きましょう禁漁へ。確か別の区画へ通じてるかもしれない入り口があるって話だったよね。そこから禁漁にも行けるかもしれない。探してみようよ。
にしてもこういう時現場に偉い奴がいないってやっぱりどうかと思います。肝心の王はレナ本国だって言うし、スルドは全員ダナに降りちまってるわけだし、前にスルドだった奴ならいるんじゃないの。現役でない者には権限がない。レナ人はそういうところは律儀だね。リエゾたちがいたとしてもこの状況をどうにかできるとは思えないけど、連中がこのレネギスの有様を見たらどう思っただろう。リエゾ、ガナベルト、アウメル、オブラ、考えたら俺たちディオハリム以外のスルドのことは特に知らないんだよ。そりゃしょうがないぜ。ダナの俺たちにしてみりゃ倒すべき敵以外の何者でもなかったんだし。な、ただこうやってレナ人にも町があって暮らしがあるのを見るとさ、彼らもここで暮らしていたのが不思議。そう、彼らのことが気になるなら住民に尋ねてみたまえ。どのスルドにも幸いダナの状況、ブリガ自体はずっと行われていたんだ。筋から言えば前回の勝者であるスルドが今のレナを治めていることになる。まあそうなるよな。それって誰なんだ。ハンフリクとミルグリスだ。確かシスロディアのスルドだったはず。そのハンフリクトという人がレナの支配者っていうこと。そういうことになる。直接見たのは前回のスルドブリが終了の時が最後だが、王となってからは一度もレネギスにも姿を見せていないのですか。通信以外の形ではないと思うわ。ハンフリクト王以前の王もだけど。それを言えば王以外の誰かが本国からやってきた記憶もない。それってやっぱりなんかいろいろ変だよね。うん、しかも我々はそれを当然のことと思い込まされてきた。だとしたら誰が何のためにそれをしたか。だがそういえばレナス・アルマもスルドブリガの勝者にその都度作られて与えられるもののはずでしたね。もし代々の勝者が受け取っていたのならその数だけレナス・アルマがあったことになります。でもペレギオンでのことを考えると
レナス・アルマが簡単に作れるとは思えないわ。となると勝者の話も怪しくなってくるわね。本当は何を信じていいのかわからない。確かに闇のマスターコアを必要とするということも我々レナ人は知らなかったのだからな。そのあたりも金量ではっきりするかもな。ああ、ここで考え込んでるより早く行って確かめようぜ。キュールってのが言ってた。し、なぜここに。まさかスルドとしての責務を放り出してダナから逃げ帰ってきたの。何も言わないのね。タルニガスを殺してまで手に入れた地位だというのに。あなたは殺した。ここには用があって戻った。話があるのであればその後にさせてもらいたい。そうよね。いつだって逃げるのがあなただった。7年経ってもダナで暮らしても何も変わらない。でもそれは私も同じ。この7年あなたを憎まない日はなかった。私を殺して気が晴れるならそうするといい。もう何を言い出すんです、ティオ・ハリム。だが先ほども言った通り用あってここに来ている。それが終わるまでは待ってもらいたい。あまたの罪を犯した身だ。ことが終われば必ずや君の気の済むようにすると約束しよう。そうやってすぐ逃げ出す。自分で死ぬ勇気もなく人任せにして。ティオ・ハリム、先ほどは見苦しいところを見せた。あの人、ティオ・ハリムが殺したって。君たちそれぞれに過去があるように私にもある。確か前にスルドの座をめぐって旧友と殺し合ったことがあると言っていたな。そのことか。私の罪はメナンシアでのものだけではない。それだけのことだ。あれは本気ですか。殺されても良いというのは。彼女にはその資格があるのだ。そんな。安心したまえ。スルドブリガを完全に終わらせメナンシアの共存を恒久的なものにする。それまでは死ぬつもりはない。気になる謎もまだ多く残っているしな。そうか、資格という意味では君にもあったな。テオハリム。すまない、余計なことを言った。忘れてくれ。
か素敵な感じだね、ここ。ああ、住民の憩いの場とかそういうものらしいな。さすがレナの町、贅沢にできてる。何か気になるの、テュハリム。ダナに降りる前、よく旧友たちと演奏に興じたものだ。まさにこの場所で、アバキール、フィアリエ、そしてタルニガス。昔のことだ。タルニガス、フィアリエという女性が言っていた名前ですね。タルニガスは私の親友、そしてフィアリエの婚約者でもあった。フィアリエは仮想の出身だったが、誰よりも優れた音楽の才能があった。その際に惚れ込んだ私が、階層を気にする彼女を説得して、タルニガスとアバキールに引き合わせたのだ。幸せな時代だった。精霊術だの家柄だの一切関係ない、ただ美しい奏楽だけによる四人の絆だった。このレネギスで階層にとらわれない人間関係を築いていたなんて、やっぱりあなた変わっているのね。君の目から見てもやはりキーに映るかな。以前ならそうでしょうね。でも周りに従うのではなく、自分自身の心の声に従って友人を選ぶというのは素敵なことだと思うわ、今はね。それにそういうあなただからメナンシアの共存の素地ができたのかも。過分な評価で恐縮だが、私は自分の欲求に従っていただけだ。それにそれもこたびのスルドブリガが始まるまでだった。私とタルニガスはスルドの候補となり争うことになった。すでにフィアリエを愛していたタルニガスは、自分がスルドになることで彼女の階層を上げてやれると信じていた。そして事故が起きた。事故？タルニガスの力は私には及ばなかった。勝負は無難に決着するはずだった。だが必死の彼は手段を選ぶ余裕を失っていた。何か禁じ手を使ったのね。でもそれならフィアリエは、まさか彼女はそれを知らないの？言えると思うかね。恋人が友人に殺されただけでなく、しかもそれが自分のせいだったなどと。だから彼女の支えになるよう自分を憎むに任せたというのですか？それは逃げなんかじゃないわ。いや、逃げたのだ。ただ運命を呪い目を背けた。友の死にもスルドの重責にも耐えられず、その後のことは君たちも知っての通りだ。それでもあなたがスルドにならなければ、メナンシアはレナ人がダナ人を虐げる悲惨な国のままだったはずよ。シオンの言う通りです。あなたがいなければ私だってきっと別のスルドの下で死んでいたでしょう。救われた者も大勢いるんです、ティオハリム。あなたがいたから私は今ここにいます。だから必要以上に自分を貶めて罰せられることばかり求めないでください。手厳しいな。だが心に留めておこう。ティオハリムは大丈夫そうか？だと思うけど、キサラもいるし。そうか、よかった。人を励ますのって難しいのね。
一番大事なのはそうしてやりたいって思う気持ちだ。きっと伝わっているさ。そうだといいけど。アルフェ、シオ、思えばあなたも私を励ましてくれていたわね。俺もたくさんシオンに励まされた。それでもありがとう。あそこに治療師と資材班のものが。レネギスの兵士だ。やっぱり戦わないといけないのかな。相手の出方次第だ。油断するな。やっぱり戦うしかないのだよ。待て、ヘルド、気を張りによる刑事だ。ホッシュへの脅威を排除する。こいつら、自我を失っているのか。ここで、やられるわけにはいかない。応戦するぞ。プレスベントにやれよ。守りの課題になる。トップ号を逃げて。頼む。相手も術を使うか。やめろ。やめろ。ユーモンディ、今の兵士、明らかに住民たちと様子が違ったわね。うん、話し合いの余地なんかない、問答無用って感じだった。ズルドのティオハリムがいてもお構いなしだったな。うん、我々を明確に敵として認識していた。レネギスの中で脅威らしい脅威など、せいぜい実験か何かで暴走したズーグルくらいのはずなのに。ガナスハロスの時に似ていた気がする。ボルラーンに支配されていた兵士や奴隷の様子に。以前のレネギスにはあのようなものなどいなかった。私たちが来たの、心よく思わない何者かがいるということでしょうか。赤い女か、王か、はたまたボルラーンか。いずれにしても気を引き締めた方が良さそうだな。やれろ、治癒の必要。ただ、リバイス。任せ。
突進は私が止める。俺が行くから。罪深き
着いた。ここから先が禁漁だ。壁しかないけど、どこから入るの？王しか入れないって話だったよな。アルフェン。いたぜ。アルフェンに開けられたということは、どうやら
300年前と今の王は同じと見て間違いなさそうだ。何？これは。アルフェン。あんたか。いよいよ奨励の儀は明日ね。あなたは王として、私は巫女として。体調に変化はない？何が王だ。俺はダナ人で、ずっと実験に次ぐ実験で、人間扱いすらされてこなかったのに、おまけに儀式だかなんだか知らないが、その時まで何をするのかも知らされない時だ。あんただって似たようなものなんだろう。よく平然としていられるな。確かに私も自分から望んだ役目ではないわ。でもレナの繁栄に必要なことだと言われたら、受けないわけにはいかなかった。あんたはレナ人だからそれでいいさ。だけど俺は故郷からさらわれてきて、戻るためにやむなしだ。それは理解しているし、申し訳ないと思ってるわ。終わればきっと故郷に戻れるようにする。だから今はお願い、協力して。お願いも何も、どうせ俺に選択権なんかないからな。なあ、あんたは？ネビリよ。ネビリ・アイミリス。いい加減覚えて。ネビリはなぜ俺を人間扱いするんだ？他のレナの連中と違って。一つは、属している世界は違っても、役目を強いられているという点で、私たちは似た者同士だから。もう一つは、こうして話し合えていること。それは人と人の間でしかできないことよ。なら、あなたに人として接するのは当たり前のことだわ。変わってるんだな。かもしれないわね。分かったよ。明日の儀式はやり遂げて、俺はダナに帰る。それで終わり。あんたを信じるよ。他の連中の言うことじゃなく、ネビリ。同じものを見たのか。ねえ、アルフェンと話していた人、シオンと同じ顔してた。ネビリなのね。ネビリ・アイメリス、彼女が。そうだ。本当にシオンとそっくりだった。アルフェンが混乱するのも無理ないぜ。それで我々は何を見たのだ。ただの幻覚ではなさそうだ。昔俺が実際にネビリと交わした会話だ。ということは、あれはアルフェンの過去ということか。なんでそんなものが見えたんだ。まさかこれも赤い女の仕業か。うん、違うと思う。なんでだ。みんなも感じなかった？入り口が開いた時、ダナの精霊力が押し寄せてきたの。そういえばそうだ。あれはくさびの奥で感じたのと同じ感覚だった。不思議はないな。くさびからはレネギスに膨大なダナの精霊力が送られていた。あるいはそれがこの奥に貯蔵されているのかもしれん。じゃあ今のはダナの精霊力が見せたっていうのか。なんで、何のために。そこまではわからないよ。意図あってのことじゃないのかもしれないし。シオン、大丈夫か。急だったから驚いただけ。あれが私の300年前の先祖なのね。ああ、そうなるんだろうな。あなたの方こそ大丈夫なの？俺が？誰が何のためにさっきの記憶を見せたにせよ、この先も
また起こるかもしれない。あなたは自分の辛い過去を見ることになるかもしれないのよ。過去をなかったことにはできない。それにもし儀式の正体がわかるなら、シオンの茨の正体だってわかるかもしれない。あれ、それに俺はずっとダナをレナから解放するために戦ってきた。だがそのレナにも嘘と抑圧があるらしい。なら俺はそれも解放してやりたい。そのためにも真実から目をそらすわけにはいかないんだ。ダナにいてもどこにいてもあなたは変わらないのね。抑圧する者に怒り、壁を壊す者、それがあなたなんだわ。いいわ、進みましょう。すべてを知るために。人気がないな。気をつけて。さっきの幻のことといい、この中のことは何一つわからないわ。フィアリ、どうやってここに。待て、なんだか様子が変だ。なんだ、なんかまともじゃなさそうだぞ。ああ、まるであの禁猟の外で遭遇した兵士たちのようだ。彼女の力であのようなゲートが。話は後だ。来るぞ。どういうこと。彼女にこれほどのツーブルを引きつける力はないはずだ。あのマスターコアみたいな力みたいだけど、裏物、彼女はどこから。とにかくはツーブルを片付けて彼女を抑えるんだ。重装してるような状態だ。ここはバズルコードだ。はい、もっと早く。
フィアリー、私の声が聞こえるか。フィアリー、また何か召喚する気だよ。術者の力を上回る術は負荷が大きい。何度も使えば彼女自身が持たないわ。ティオハリム、大丈夫か。ああ、気を失わせただけだ。そうじゃない、あんたのことだ。すまないが、彼女を治療してやってもらいたい。ええ、ただ目を覚ました時正気に戻っているとは限らないわよ。それにここ本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このままここに置いていくわけにもいかないんじゃないの。それは僕が引き受けよう。あんたアバキール、なぜここに。君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。タルニガスの死の話も聞いてしまった。すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか。これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。いいご友人ですね。昔からそうだった。常に一歩後ろに立って、目立たず、気を回しすぎる。フィアリエにも気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか。彼女をけしかけた何者かが、こちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。君もだ。君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。タルニガスの死にしても本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそあなたはスルドブリガを終わらせようと思ったのではないですか。そうだ、そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。償うことなどできません。できないんです、ティオハリム。辛いことですが、死んだ人は死んだままです。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか。違います、その逆です。決して忘れず、でも生きるんです。死者のためでなく生者のために。生者のために。そうだな、俺たちはまだ生者の側にいる。何かできるとしたら
それは同じ生きている奴のためなんだろう。生きているということはまだ何かできることがあるということです。席を感じるというなら罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務めか。はい。明日のために生きてください。昨日ではなく、そしてあなた自身もその中で努力しよう。でもまずは禁猟の謎を確かめることが先だよ。しよう。ん？おかげで助かった。改めて礼を言う。どういたしまして。感謝する。よせよ、仲間だろ。さ、先に進もうぜ。どうした、リネル。ひょっとしてまた。うん、声だ。ダナの精霊力の意志。今のは奨励の儀だが、それ以上にあれは何もかもなくなるような感覚。なんだよ、何なんだよあれは。破滅よ。間違いないわ。茨が見せるのと同じ、私たち全てを飲み込む暗闇。何もない空虚、言葉では到底言い尽くせない。だが確かにあれは破滅だった。あれが破滅。あんなものをシオンはずっと見続けてきたのか。ねえ、今のってネウィリの記憶だったんじゃないかな。ああ、ネウィリの心の声が聞こえたみたいだった。少なくとも俺のじゃない。あの流れ込んできた力、シオンの茨と同じ感じがした。あれが破滅を見せたんだとしたら、茨の正体は
あの精霊力だとすれば、やはり300年前の出来事とシオンの茨には関係があったということか。いや、それどころか確信に関わることかもしれん。でもあれは、あの精霊力は一体、茨と同じなら闇の精霊力ってことだよね。それってつまりレナの力ってこと？そういうことになる。闇の属性はレナ固有だ。精霊力が集まると意志を持つという話があったな。それじゃあの破滅はレナの精霊力が望んでいるということなのか。なぜだ？わからないよ。意志といってもすごく漠然としている感じだったし、ダナの意志みたいに。そういえばダナの意志も精霊力だったよな。それがさっきから俺たちに幻を見せている。そんなのに深入りして俺たち大丈夫なのか？ダナの意志は破滅なんて望んでないよ。わからないだろそんなこと。よさないか二人とも。憶測で言い争ってもいいことはない。進みましょう。ダナの意志がなぜ300年前の記憶を見せてくれるかはわからないけど、それが真相につながるなら私は知りたい。俺もだ。これがネビリの記憶なら俺が知らないこともわかるかもしれない。戦い続けるためにも俺はそれを乗り越えないといけない。変なこと言って悪かった。行こうぜ。ようやく茨の正体に近づいたようだな。はい。300年前の儀式がその原因らしいということもです。だが茨を解く方法はまだだ。この先で見つかるといいが。俺の過去があるかもしれない。それと向き合う覚悟。今の俺は過去がどうだろうと。ちょっと待ってくれ。どうしたの？そこの部屋を調べたい。ちょっと気になるんだ。前に来たことがあったんだったわね。分かったわ。ここは何かの研究施設のようだけど。金寮にか。もはやいちいち驚く気にもなれんな。誰もいないようですね。調べてみよう。何か得られる情報があるかもしれない。私にも扱えそうだ。わかるか？これは実験の記録らしい。かなり古い時代から蓄積されているようだな。レナと属性組成の異なるダナの精霊力を変換および制御するための機構の構築
その要となるダナ系人類の素体を用いた闘魚中枢の開発、識別名王。王、他にもある。精霊力の安定的凝縮のための力場結晶の研究、これはコアのことらしい。この分では探せば巫女やスルドの研究記録も見つかりそうだな。スルドもですか？スルドの紋章は明らかに王や巫女のそれと同じ系統のものだ。そのスルドも一般のレナ人から選抜されることを考えると、全てのレナ人が何らかの処置を受けている可能性すらある。他に王のことで何かわかるか？さっきのは見出しだ。全てを読むには膨大すぎるし、専門的すぎて。いや待て、何か見つけたのか？王の実験体の一覧、名簿だ。どうするね？頼む。膨大な数、その全てに失敗とある。成功例はあった。これだ。調整隊12735、母集団なし、特殊調整系、世代なし、個体名アルフェン。俺はここで作り変えられたのか？アルフェン。大丈夫だ。他に成功例は？調整隊10105号、母集団なし、特殊調整系、世代なし、個体名ボルラー。ボルラーもここで。やっぱりあいつも誰かに王にされたってことかよ。あの男が最後だ。300年の間、記録上王となったのは君とボルラーンのたった二人だけらしい。ですがそれでは今までのスルドブリガの勝者は誰も王になれなかったということになります。王になった者はレナへ帰還し、そこからレナとレネギスを統治する。次の王が現れたらその地位を退き、そのままレナで余生を過ごす、そう言われてきた。だが記録通りなら王は二人だけだ。それもスルドブリガとは無関係にだ。これではレナに王は存在しようがない。スルドブリガもその本当の目的は別にあったのだろう。統治者を選ぶための試練などではなく。そうは言っても300年間誰かが実際に支配してきたはずだろ。それが王でないなら一体誰なんだ？俺を王に変え、スルドブリガを始めた。そして300年間、レナに王がいると嘘をつき続けた奴がどこかにいるんだ。それが本当の黒幕か？あの赤い女。考えられるわね。もっとも赤い女自身が黒幕なのかはわからない。レナは本国にさらにその主人がいる可能性だってあるわ。いずれにせよ無関係でないことだけは間違いあるまい。他には何か手がかりになりそうな情報はないの？どうやらここにあるのは実験にまつわる記録ばかりのようだ。我々の知りたい誰が何のためにといった情報はなさそうだな。とはいえ
ここにはまだ目を通していない膨大な資料がある。全ては無理でも気になるならもう少し調べてみるといい。わかった。アルフェンはここで王となった。そしてボルラーンも。それが意味する。なあ、周りの端末も動き出したみたい。だぜ、そっちからも何か情報が得られるかもしれない。喋らないで。約束通り、今からあなたをダナに向けて送り出すわ。次に目覚めた時には故郷よ。あんたは。私はここに残って同胞への責任を果たすわ。私たちレナの問題にダナのあなたを巻き込んでしまって本当にごめんなさい。うが、神聖用の仮面があなたの心が壊れるのを防いでくれているわ。安心して眠りなさい。麻酔をかけるわ。さようなら、バルフェ。予想以上にひどい。短期治療では対応しきれない。冬眠機能を併用しての長期治療に切り替えないと。長期治療でも生還率1割以下。しかも仮面の長期使用による精神及び感覚系への障害誘発の可能性大。そんな
持たない。この星船だって果たすことにはならないかもしれない。それでも助かる望みがわずかでもあるなら。これでいいわ。アルフェ、生きて。今のはネヴィリがアルフェンをレネギスから脱出させた時の。彼女はアルフェンを必死に助けようとしてたな。レネギスも危ない状態だったのに自分は残ったんだね。300年経っていたのも、記憶と痛みを失っていたのも、お前の命を救うための苦渋の決断だったのだな。俺は今ここにいる。彼女のおかげで。その彼女の思い、君はどう受け取るつもりだ？彼女は約束を守ってくれた。その彼女が守りたかったレナの人々が何かに支配されているというなら、俺は戦うまでだ。ネミリが俺にあの仮面を、鉄仮面をかぶせた。あなたの心が砕けるのを防ぐために、痛みも記憶も失う可能性を分かっていた。それでもあなたに生き延びてほしかったんだわ。場所じゃないか。そうだ。300年前、ここで儀式が、奨励の儀が行われたんだ。かつてここにレナス・アルマがあった。ここでアルフェンとネヴィリが。レナス・アルマだけでなく、赤い女もいる気配はないな。アルフェン、すまないが、今は感傷に浸っている時ではない。先に進もう。またダナの声の仕業なのか。奨励の儀から1年、あの時王アルフェンを暴走させた力が今は私の中にあって、なおも恐るべき未来を見せてくる。なんかこれまでの幻とは違う、もっと具体的に伝えようとしてるみたいな。あの日私たちがしたこと、そしてその身に起きたことを思い出さない日はない。奨励の儀が何のためなのか最後まで教えられることはなかったけど、王であるアルフェンが
レネギスそのものに意識をつなぎ制御する。人一人の手には余るはずのその制御をレナス・アルマの補助で実現する。それがあの日行われたこと。私巫女の役割はその巨大な力を安定に導くことだった。レネギスそのものと。ではやはり今起きていることは。でもあの時力が見せた破滅、自分たちのしていることがそれを招くと悟った私は思わず反射的に役目を放棄してしまった。巫女を変えた儀式は失敗し、意識を飲み込まれたアルフェンの力は暴走してしまった。原因となった力を私は巫女の力でどうにか自分の中に封じ込めた。でも結果としてレネギスは崩壊寸前となり、大勢の同胞が死んだ。全ては私のせい。この私の中に眠る破滅をどうにかしなければならない。それがせめてもの償い。でもどうすれば。力は精霊力そのものなら、皮肉にもレナス・アルマが助けになるかもしれない。レナス・アルマの中では精霊力は外から干渉されない限り極めて安定した状態になるから。王と巫女の力で力をレナス・アルマに移すことができれば、あるいは私にはそれを行う術がない。レナス・アルマは失われてしまったし、王のアルフェンは遠い故郷。今の私にできることは巫女の力で世界に破滅をもたらすこの存在を封じ続けることだけ。レナス・アルマが再び作られ新たな王が現れる日まで、たとえ子孫にこの呪いを託すことになっても。ごめんなさい、私のせいで辛い思いをさせて。何もしてあげられなくて。待って、あなたは。ネヴィリ、今のはネヴィリが残したのか、それともダナの声なのか。一体俺とネヴィリが儀式で着ていたものだ。これが巫女の装束。ああ、王と巫女それぞれの能力を高め補助する機能があると聞いた。なんでそんなものが急に。きっといつか茨に立ち向かうことになる王と巫女のためにネヴィリが残してくれたんだよ。この姿は俺たちが追う謎そのものと直接結びついている。残してくれたのは謎を解けというネヴィリの意志だ。レナス・アルマがあれば茨の元凶となっている精霊力を無力化できる。つまりネヴィリが言ったのはそういうことか。マスター・コアや修霊機に精霊力が意志を持つのを妨げる機能があるのでは。というのは
以前から言われていたことです。もしそうなら、レナス・アルマにも同じ機能があっても不思議ではありません。王と巫女はここにいる。あとはレナス・アルマさえあれば、シオンを茨から解放できる。シオン。本当なの？本当に？ああ。茨も、破滅の未来も回避できるんだ。だが目的が異なるとはいえ、奨励の儀は一度失敗している。水を差すようだが、同じ取り合わせである以上、楽観は禁物だろ。わかっている。だが可能性が見つかったんだ。自分の力で切り開ける道なら、俺はそこにかけたい。私、今、心からほっとしている。そんな風に思ってはいけないのに。世界の危機もまだ解決していないのに、自分の望みが見えただけで。でもいけないなんてことないよ。望みが見つかったんだもん。むしろ喜んで当たり前だよ。そうだぜ。危機の方は危機の方でしっかりやればいいんだ。ありがとう。ネビリは私たちに世界の未来を託した。その思いに応えないと。となれば、いよいよレナス・アルマを見つけなければな。ああ、ここまで来たら、レネギスだろうとレナだろうと見つけ出してやるぜ。うん、シオンも世界も絶対に守らないとね。付き合おう。それでまた新たに明らかになる謎もあろうしな。素直でないですね、あなたは。あなたは本当に奇跡を起こすのね。俺一人じゃない。みんなで起こしたんだ。シオンも含めて。先へ進もう。俺たちにはまだやるべきことがある。ありがとう、ネビリ。俺を暴走させた力をネビリが封じてくれた。俺を止めて命を救ってくれたんだ。でも封じた力はシオンに受け継がれてしまった。すまない。俺のせいでシオンはずっと呪いを。違うわ。儀式の成功を、破滅を回避したから暴走は起こった。あなたは業を背負わされ300年も眠ることになった。アルフェンが記憶を失ったきっかけはシオンを苦しめてきた呪いと同じ。イバラ。すべての始まり。だが、消せばすべてが終わる。イバラが、なくなる。そんなこと、夢にも思わなかった。本当は、ずっと考えてた。イバラがなかったらって、家族と触れて。友達と遊んで、リンウェルと手をつないで、ローを引っ叩いて、みんなと抱き合って、普通に、一緒に、できたらいいなって、いつも思ってた。信じていいの？期待してしまうことが怖い。やっぱり、ダメだった。そんなことにはならない。そのために俺はいるんだ。運命でも宿命でも使命でもない、シオンと生きる。普通にさ、やりたいことたくさんあるんだろ。不思議な気持ち。きっとこれからも戦うのだろうけど、生きるため、自分のためというのは。それでいいんだ。信じるわ、アルフェン。俺も戦う。戦い続けて、
絶対に掴み取る。未来を。感じの扉だな。ここが一番奥なのか。レナス・アルマと赤い女もこの中なのかな。ここまで来たからにはそうであってほしいものだな。おそらくここも王にしか開けられまい。アルフェン、お願い。秘密が待っているか見極めよう。ルラン、本当に生きていたのか。レナス・アルマもあるわ。それじゃあやはりここで奨励の儀を。だけどなんだか様子が変だよ。全く気に入らん。初力を休合すべし、始まりの入り混じりより現れしよう。未だあるべきに至らざれば、よろずを煮えに。レナの採用、まことの王の見合い。何があったのだ。自我も失い、まるで機械の一部のようだ。ねえ見て、あれって。これは巫女の紋章じゃないか。まさかこの部屋全体が巫女の代わりを果たしているのか。一応稼働しているようだが、すでに儀式は行われた後なのか。その結果がレネギスの変形なら、儀式の目的はダナの精霊力を根こそぎ奪うことだったことになる。だが奪う理由は何だ。それほどの精霊力を黒幕は一体どうするつもりだ。わからない。だがどこかで、あの破滅につながっているのは確かだろう。それにダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。とにかくレナス・アルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。いきなり襲ってきたりしないよな。脅かすなろ。アルフェン！赤い女！ようやく会えたな。お前には聞きたいことが山ほど。待て！何？同じ顔？何？何なのこいつら？嘘でしょ？こいつら一体、まさか人間じゃないのか。お前たちが本当のレナの支配者なのか。続きはないと見える。ここは戦うしかないわ、アルフェン。
このままだと私たちの方が危ない。分かった、とにかくこいつらを止めよう。ドレスビートあがくがいい。アジンセフだ、アジンセフだ、パワーユーティーじゃねえぞ。邪魔をつけるハゲロ、こいつは俺が。ドレスビートうまい。地べたを這うがいい。このようなことはファースト以上に強い。ファースト以上に強い。ドレスベルト任せたまえ。チームのキャラのやれるぜ。やれるぞ。ドレスベルト叩き切る。諦めろ、これ以上は無意味だ。今度こそ降参したのか。精霊力、気をつけて、そいつまだ何かする気だよ。何、自爆だと。アルフェン大丈夫だ、なんとかかわした。ヒヤッとしたぜ。
誰の許しを得ている？やろう、目を覚ましやがった。どこかのお前がここを知っているのか。当然だ、俺のために作られたのだから。だがそんなことはいい。それより貴様の首に用がある。この後にも呼んでまだ俺が憎いのか。貴様は俺に傷をつけた。王であろうとなかろうと絶対に許さん。強がりはよしなさい。身動き一つできない身で。そう見えるか。こんなもので俺を縛りつけておけるなどと思うな。自分は支配者だからとでも言うつもり？王も駿ども全て誰かの思惑で与えられた地位に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力なぞ得て当然のものを得たに過ぎん。どうかな。すでに我々は王とは支配者ではなく特定の能力と役割を与えられた者の故障だと知っている。君はかつて他にもダナからさらわれた者がいたと言った。ああ、何人もな。そして俺以外のみんな死んだ。成功率の低さにもかかわらずそうしたということはどうしてもダナ人でなくてはならない理由があったということだ。そしてあの研究施設の記録、君とボルラー、300年の開きはあるが記録上の扱いは全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。それってアルフェンみたいに連れ去られたってこと？ならその前はダナの奴隷だ。俺たちと同じ。違うか、ボルラ。レナ人のふりをして同じダナ人を苦しめてたってのかよ。なぜだ、奴隷の苦しみを知っていたならなぜそれに加担したのだ。レナもダナも等しく見るが、俺とそれ以外あるのはただそれ。俺は全てを手にしその上に立つ。これも俺のものだ。まだいたのかよ。レナにいる貴様らの主に伝えろ。俺をコケにした報いは必ず受けさせるとな。やめろ。レナ・ソルノが。ここは危険だ。脱出するぞアルフェン。Thank you.
常に俺が後ろにいると知れ。忘れるな、俺は全てを食らう者、断じて末路う者にあらず。俺は支配者、俺は。二人とも大丈夫？ああ、問題ない。ボルランは死んだのでしょうか？そう願いたいものだ。あの赤い女たちも一体何だったの？あれが私たちの追っていた黒幕。レネギスの兵士やフィアリエを差し向けたのも。あの怪物どもがかよ。いや、それより、またあいつらにレナ・サルマを取られちまった。くそ、これで二度目だ。取られたなら取り返すまでだ。俺たち自身のため、そして託された未来のためにも追うんだ。レナに向かおう。レナに？ボルランはレナに赤い女の主がいると言っていた。あの異形が赤い女の正体なら、その主というのは、ああ、人間ではない何かということもあり得るな。それが本当の黒幕ってこと？それがレナにいるの？レナス・アルマを持って今更ダナに向かうとも思えんしな。追うとすれば、レナ、同感だ。よし、星船に戻ろう。あの男にとって何の意味もなかったようだな。俺たちの逆の意味でか。消えている。まさか金量の奥が壊れたから。デュオ、あんたは？フィアリ、アバキール、無事だったか？アバキールから聞いたわ。私があなたたちを襲ったってことを。覚えていないらしい。やはり操られていたのだな。アルニガスのことも聞いたわ。本当なの？肯定も否定もしたところで意味はあるまい。あなたはいつもそうやって。フィアリエ、その話は後だ。テュオ、レネギスが大変なんだ。それは見ればわかる。都市の機関機構に障害が発生したんだ。
一部はかろうじてまだ動いているが、復旧にもう少しかかる。君が対応しているのか、一級技工士の君が。それなら問題ないんじゃないの。住民の間で不安が爆発しそうなんだ。これまでいつだって何かあれば王が布告を出してきたのに、いつまで経ってもそれがないところにこれだ。このままじゃ復旧より先に暴動が起きるかもしれない。おそらく王が何か告げることは二度とあるまい。なんだって、どういう意味なんだ。王とは我々が思っていたような存在ではなかったということだ。おそらく存在しないと言った方がいいかもしれない。何を言い出すの。鋭のあなたが王を否定するなんて一体。今は説明している時間がない。それよりこのレネギスの状態を何とかした方がいい。暴動を抑えるんだな。何か考えがあるのか。暴動ってのは大体不満とか不安が引き起こすんだ。だから安心させてやるのが一番っていうぜ。安心、つまり誰かが言って聞かせるって。今このレネギスで一番上位にいるのは誰なんだ。レネギスは代官を置かず王が直接統治している、そういう話でしたね。そうだ。そしてスルドも残るは一人のみ。なるほど、こういう巡り合わせだったか。アバキール、まだ使える設備はあるか。王はなぜ沈黙したままなのだ。誰か、一体どうなってるの。我々はこれからどうなってしまうのか。レネギスの全ての同胞に告げる。私はスルド、テュオハリム・イルム・ケリス。テュオハリム様だ。だが、なぜテュオハリム様なんだ。王は、それにスルドブリガはどうしたんだ。王が対応できない状況になるため、スルドの権限において私が代行している。現在諸君が不安の中にあることは承知している。どうか慌てず落ち着いてほしい。都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており順次復旧する見込みだ。今諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでもらいたい。レネギスは王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々が細かな違いにとらわれず心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追い立てる者としてではなく、支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。あなたの言葉で安心したみたい。大きな混乱は起きていないわ。しばらくはこれでしのげるだろう。さっきの話は本当なの。王がいないかもしれないって。まだ断定はできない。だがおそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界はその実まやかしに満ちていた。そんな。僕は信じるよ。禁漁でのことやフィアリエのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つ者が必要だわ。いるじゃないか、ここに。
たが本気なの？今はまだなすべきことがある身だが、ことが済めば戻ってこよう。だが私は王ではない。君たちが知るような形の支配をするつもりもない。でもそれならどうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、さまざまなものによって認められるようになるだろう。例えば音楽のような。再会した時あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね、ティオ。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。メナンシアに戻るには時間がかかりそうですね。すまない。メナンシアの人たちは自分の面倒が見られます。でもここの人たちには導くものが必要でしょう。それにあなたがレナ人の町を導くなら、それだけ早くメナンシアの外にも共存が広がるはず。腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このテュオハリム・イルル・ケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ。支配者ではなく指導者として。君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かうんだ。レネギスの人たち安心できたり。王の助言あってのことだ。おかげで助かった。語ったのは大将だぜ。じゃあみんなのお手柄だね。立場が変われば印象も変わろう。そういうの。あの男にも守りたいものが。
しててよかったわね。コメって、いましたよね。見た目のことばっかじゃなかったか。所感を差し控える。私が言うのもなんだが、スルドとは王の座をめぐって争うと同時にレナ全体の守護者でもある。そういえばガラベルトも死の間際まで仲間のことを言いましていた。なんでそれをダナにもできないんだ。スルドたちの話、やっぱり身内には違って見えるもんなんだ。うん、敵には容赦なかったのに。その彼らもレナ社会のいろいろな対立や問題を背負っているようだったな。レナ人は力が序列の基盤の実力社会だから、互いの対抗意識がすごいけど、同時に種族全体への忠誠心も強いから、外に対しては結束するのよ。スルドはその代表。スルドはレナ全体の守護者だったか。ええ、だからビエゾは私を憎んだし、ガナベルトはアルフェンを狙った。そんだけ大将は変わり種ってことか。それでアルフェン、君は何か掴めたかね。ああ、スルドも人間だったんだって言葉かな。ビエゾや他の連中もあいつらなりに事情や望みがあって生きていたんだけどよ、いくら慕ってる奴がいるからって、そんなの。もちろんあいつらのしたことは悪だ、それは間違いない。それでもあいつらは怪物なんかじゃなくて、俺たちと同じ一人の人間だったんだ。な、俺が言いたいのは、つまりあいつらが悪いのはレナだからでも怪物だからでもなくて、一人の人間として悪いことをしたから。リンウェル、違うかな。全部言ってくれた。ダナだから善人というわけじゃない、レナだから悪人というわけでもない。私たちはそれを見てきた。まあ、シオンとデュオハリーも見てりゃな。信頼を裏切らないよう努力するわ、私という一人の人間として。謎が解けるかと思ったら、むしろ逆だったな。ええ、それに目標も増えたわ。レネギスの改革、そうよね。未来のことはまだまだこれからだが、レナの支配の裏にある謎については次で決着がつくはずだ。うん、いよいよレナの本国なんだね。何が待ち受けているにせよ、本当の支配者の正体も、赤い女も、レナス・アルマも、イバラも、全ての答えがきっとそこにある。みんな覚悟はいいか。向こうに着いたら何から始めるんだ。私たちはレナ本国について確かなことは何も知らないから、まずは状況を確かめるところからでしょうね。どこに降りるか次第では攻撃されないとも限らないぞ。都のようなものがあるなら。
どうなった？何が起きた？座標が一瞬で全く違う場所に移動している。何？制御装置が入力を受け付けない。機関部もほぼ停止している。やばいのか？自力で動くことができなくなった。それもあの赤い女たちの仕業なのか？私たちを排除するためだというの？みんな、あれを見ろ。中継しているように見える。ではあれがレネギスの真の役割だったのか？あんな状態で中の人たちは大丈夫なんでしょうか？無事を祈るしかあるまい。貴様、どこまでダナから奪えば気が済むんだ！何とかしてあそこに戻らないと。船は本当に動かないのか？残念ながら休眠していた時とは違う。直せないの？星船の機構は複雑だ。素人が下手にいじればそれこそ致命的な結果になりかねない。このまま漂うしかないってこと？閉じ込められたまま？いつまで？冗談だろ。ここまで来て何もできないって言うのかよ。目の前でダナがいいようにされてるのに、ただここで朽ち果てるしかないのか？よせろ。悔しいのはお前だけじゃない。悪い。諦めずに考えるんだ。きっと何か方法があるはずだ。アルフェ、今度は何だ？船が動いてる。違う、何かに引き寄せられている。されるがままに来たはいいけど、レネギスの様子に似ているな。レナ人、それともまた赤い女がいるのかな？わからん。
だが我々を引き寄せた以上誰かはいるはずだ。待ち伏せしているわけでもなさそうだ。誰だか知らないが、何のために俺たちをここに。おいシオン、私たちに危害を加える気なら星船に乗っている時にできたはず。行ってみるべきよ。それにしても、あの星船から見た光景。ああ、俺たちの世界ってあんな形してたんだな。ダナからいつもレナを見てたから、世界が丸いのはそうなんだろうって思ってたけど、でも、そのレナが本当はあんな形をしてたなんて。花もだけど、何なのあれ。わからないわ。私も思いもよらなかった。まさかあんな割れた卵のような。レナとダナ、どちらの世界も星の海に浮かぶ球体だと我々は教えられてきた。だが大や鋭ぶりがどころか本国の姿すら偽りであったと。ティオハリム、何者なんだ。俺たちをここに呼んだのは。星船ごと我々を引き寄せた。ただものではない。きっとこのどこかにいるはずよ。探しましょう。この部屋だけレネギスの禁寮みたいだ。ん？なんだ？で、こいつは。赤い女が化けた。いや、こっちが正体か。やっぱり罠。どうやら動けないみたいだ。俺たちを招いたのはあんたか。そうだ。今になって来訪者が現れるとは驚くべきことである。喋りやがった。あんたはエブレプトの35。それは名前か、あんたの。そうだ。ここはどこなんだ。いや、それ以前にあんたは何者だ。赤い女の仲間なのか。答える前に問う。お前たちはいかにしてこの領域に現れたのか。お前と同じ姿に変わる赤い女たちによって星船ごと強制的に転移させられてだ。望んでのことではない。ならばお前たちは精霊に隷属する我が同胞により高度の脅威とみなされたと考えられる。隷属？やっぱり赤い女の上にさらに支配している奴がいるのか。お前たちの生体解析を行った。害はない。識別因子検出、王と巫女、しかも管理下にない。なるほど。
危険視されるに十分な根拠である。なんかブツブツ言ってやがる。信用して大丈夫なの？どの道このままじゃどこにも行けないんだ。とにかく話は聞こう。お前たちの問いに答え、我らはエルガイム・キルと呼ばれる。お前たちが遭遇した赤い女は我らが用いる擬態であり、本当の姿ではない。エルガイム・キル。この虚空拠点ダイク・ファイゾルは事故によりレナの精霊の意志が届かぬこの領域に飛ばされた。それにより図らずも精霊の支配を脱した我は以来あらゆる延命策を講じつつ、ここに座してレナとダナ総世界の観測と研究を行ってきたのである。待て、レナの精霊とは何だ？それがお前たちの種族を支配している存在なのか？そうだ。精霊とはレナを満たす膨大な精霊力が帯びた意志、拒むことかなわぬ声である。声、レナの声。精霊は我らの心に直接語りかけ、我らはそれと知らぬままに常しえの歳月を仕えてきた。精神を支配されていたというの？まさかそのレナの精霊が真のレナの王？レナにいる支配者、ヴォルランを操ろうとした者の正体か？待てよ、じゃあそのレナの精霊ってのがお前らに命じてダナから搾取させた黒幕だってのか？信じられねえ。でも私たちもクサビやレネギスの禁領でダナの意志に触れたわ。ダナにあるならレナにだってありえない話ではないわ。ありえない話じゃないって。なあ、だったらこいつらみたいにまさか俺たちもダナの意志に操られてるなんてことは。ダナの意志は何かを強制してきたりなんかしてないよ。けどよ、今の話が本当なら精霊の意志はここまでは届かない。仮に我々がダナの意志に支配されていたとしても今の時点で気づくはずだ。その懸念は杞憂と考える。なぜならダナの声はレナのそれに比べはるかに小さいからである。レナにおいては信用に集中するのに対し、ダナのそれは全域に薄く広がり存在する。故に強い意志が形成されることはない。観測結果がそれを示している。だからクサビやレネギスでは感じたんだわ。あそこには大量のダナの精霊力が集められていたから。レナの精霊の望みは精霊力を貪ることにあり、ためにレナの精霊力はすでに枯渇状態にある。精霊の欲求は今やダナに向けられている。ダナの精霊力を、ひょっとしてスルドブリガもそのためだったのか？そうだ。精霊のために我々ヘルガイム・キルが仕組みを作った。300年前、レネギスにおける奨励計画によりダナの精霊力は全て接収されるはずだった。だが失敗した。レネギスは大破し、王とレナス・アルマは失われた。違うか？そうだ。我々は計画に修正を施し再始動させたが、レナス・アルマの再生成には大量の精霊力が必要であり、我らはこれをダナに求めた。それがスルドブリガの正体か。効率よくダナの精霊力を集める、ただそれだけのための。俺がそのきっかけをもたらしたんだな。ヘブレクトの35、一番最初の質問に戻るわ。あなたはなぜ私たちをここに連れてきたの？第一に、予期せざる来訪者であるお前たちの正体の確認。第二に、我が要請に応えうる存在かどうかを見分するためである。
妖精？頼みがあるってこと？それって精霊を撃つことである。自分たちの主人を倒せっていうのか？そうだ、これはお前たちのためでもある。私たちのため？先頃レネギスは計画の最終段階に到達した。この瞬間もレナの精霊に向けて膨大なダナの精霊力が送られている。精霊を倒さない限り間もなくダナは失われる。それが私たちが見た破滅なの？そんなのって。そんなことは絶対にさせない。お前はなぜ精霊を倒したいのだ？世界を救うためか、操られている同族を解放するためか。いいな、我が主たる関心は長年の観測と分析に対する裏付けを得ることにある。そのためにお前たちの行動がもたらす変化を見たい。だが復讐という側面があることは否定しない。復讐？とこしえの奉仕の結果、我が種族はすでに絶滅を避けられない状況にある。絶滅って、そんな。これ以上は他の者に尋ねるがいい。その者たちに知るべきを尋ね、しかる後答えを携えてまた戻れ。受けるならば船を直す。他の者？あんた以外にもいるのか？ダエクファエゾルにヘルガイム・キルは我のみである。おいおい、だんまりか。仕方がない、行ってみよう。言ってること信じるのか？しかも取引みたいに言いつつ脅迫も当然じゃないか。本音を言えば話が大きくなりすぎて理解が追いついていない。あなたはどうです、ティオハリム？少なくともレナの統治者に関しては辻褄が合っている。一連の出来事が全て精霊力に関わることどもだ。とはいえ私自身先にダナの意志に触れていなかったら、にわかに信じがたい話ではある。レナの意志が破滅をもたらす。世界を形作る力であるはずの精霊力がどうして？相手が一つの世界の意志だろうと、どんな理由があろうと、こんなことは受け入れられない。うん。もう一つ気になっていることがある。精霊とヘルガイム・キル、300年前から続く計画や鋭ぶりが、そこまではいい。だがレナ人はどこに関わってくるのだ？お、そういえばさっきの話にはレナ人が一度も出てこなかったわ。それにヘルガイム・キルが何者なのかも聞けずじまい。あえて触れなかったのか、それともまだ何かあるのか。奴の言う他の者とやらが教えてくれるかもしれない。行ってみよう。何せ自分たち以外の人間を見たのは久しぶりなものでね。あんたはレナ人なのか？うん、まあまあそうだ。
監視から質問に答えるように言われている。答えられる限りは答えよう。ただ観測対象が劇的な変化を見せている時だ。手短に願いたい。なんか変な感じ。監視というのはヘブレクトの35のことのようだな。観測対象ってダナとレナのことか。まるで人事みたいじゃないか。他に聞ける相手もいないんだ。とにかく聞いて回ろう。あなたたちはずっとここで暮らしているの？あのヘブレクトの35と。ええ、そうよ。どのくらいになるか即答は難しいけど、何せ定期的に冬眠しているせいで自分の認識と実時間が大きくずれてしまっているのよ。なんでここにいるんだ？もともとここで働いていたのよ。外からレネギスを修理するためにね。この施設は事故で今ある場所に来たと聞いたが。不幸な事故だったわ。しかも救援が来なかったところを見ると全滅したとみなされたらしいわね。それ以来ヘブレクトの35に仕えているのか？最初は私たちしかいないと思っていたんだけどね。でも実は監視もいた。実は？ヘルガイムキルには私たちレナ人に対する認識遮蔽技術があるのよ。よほど無視できないことをされない限り目の前にいても注意を引かれないの。では赤い女の見えない謎はそれか。それは精霊術の類なのか？確かめたわけじゃないけど、主に機械的なものらしいわね。他にも一種の催眠装置とか情報操作とか、そういった手段を組み合わせて自分たちの存在に気づかれることなく私たちに望む仕事をさせていたわけ。なかなか洗練されたやり方よね。余計な反発も受けずに済むし。レネギスでは今もそうなんでしょ？だがヘルガイムキルは精霊に精神を支配されているんだろう。なぜレナ人は違うんだ？精霊の干渉はヘルガイムキルにしか及ばないのよ。だから別のやり方が必要ってこと。人事みたいに頭に来ないのか。いいように操られていたんだろう。まあ最初は驚いた気がするけど、どうだったかしら。何せ昔のことだし。だが現在のヘブレクトの35は特に隠れていないようだが。さあ、多分寂しくなったか退屈になったからじゃない？戻りたいと思わないの？レナなりレネギスなりに。私たちの船だってもう少し乗れそうだけど。とんでもない。真相を知ってしまったのに戻ったら洗脳されるか粛清されるのがオチよ。それより全てを知ったままここで世の成り行きを見守っている方がずっといい、というのが我々の総意なの。監視とはうまくやっているわ。ただ監視はもう長くなさそう。延命処置ももう限界だし、死ぬ前に計画の最終段階を見ることができて喜んでいると思うわ。邪魔したな。少し話しても大丈夫か？ああ、構わないよ。総世界に次の変化が現れるまで少しかかるだろうし。ヘルガイムキルについて知ってることを教えてほしい。監視の仲間のことか？大したことは知らないが。例えば連中はどこから来たのかとかさ。どこってレナ以外にないさ。レナ？レナじゃ、あんなのがレナ人と一緒に暮らしてるってのか？そんなわけないだろう。そもそもレナ人なんていないんだから。何ですって？なんだ、監視から聞かされてないのか？どういうこと？話してくれ。私たちレナ人はヘルガイムキルがダナ人から作り出したんだよ。だが
それならレナ世界に人間は彼らがそうだ。ヘルガイム・キルというのは彼らの言葉でレナの民という意味なんだ。なぜだ、なぜヘルガイム・キルはそんなことを。簡単に言えば人手不足を補うためだったんだ。彼らが種族としては絶滅寸前なのは聞いてるか。自分たちがいなくなった後に代わって精霊のために働く存在を用意したんだな。ラナ中から精霊術に適性のありそうな個体をかき集めたそうだ。おかげで子孫の我々は程度の差こそあれ全員精霊術使いというわけさ。レナ人が皆元はダナからさらわれてきた人々だったっていうのか。待ってよ、それじゃダナに精霊術使いがほとんどいないのは。ヘルガイム・キルの技術というのは本当に卓越している。改造の仕方も乱暴な外科手術とかとは違ってね、目に見えないほど小さな機械をたくさん体の中に入れるんだ。その機械が。もういい、十分だ。なんで、なんで平気な顔でそんな話ができるの。確かに見ようによってはひどい話かもしれないな。でも私に言わせればおかげで我々は無知猛埋のまま地べたを這いずり回る状態から解放されたんだ。そのために何か処置が必要だったとしてもまあ大した問題じゃない。話を戻すとだね、要するにヘルガイム・キルが本当のレナ人だ。その彼らがレナの精霊のために今の総世界の仕組みの大半を作った。こんなところかな。わかった、ありがとう。レナ人など最初から存在しないだと、バカな。ティオハリム、この後に及んでまだこんな話が飛び出すなんてな、頭がどうにかなりそうだぜ。これ以上ないことを祈ろう。奨励計画のことについて何か知ってるか。第一次実施前後のことでよければ、計画の目的は知っているのかな。ああ、レネギスを使ってダナの精霊力をレナに送るってことくらいなら。その通り。問題になったのはどうやって膨大な精霊力を意志を生じさせることなく集めいかに送るかということと、ダナの力をレナにどう馴染む形に作り変えるかの2点だった。前者の答えがクサビとレネギス、後者が王とミコ、そしてレナス・アルマか。分かってるじゃないか。だが第一次実施は王が暴走して失敗した。原因は安定役のミコが機能喪失したせいだ。レナ人もヘルガイム・キルも随分死んだそうだ。第二次実施のためにレナス・アルマをまた作ろうとしたが、闇属性以外の精霊力が決定的に不足していた。それで何とかいう制度を作ってダナから精霊力を集めることにしたんだ。スルドブリガだな。そう、それだ。それと失敗の原因になったミコの機能を機械に置き換えることになった。王も失われたので作り直し。どれもこれも非常に難しい作業だから実現は危まれていたが、現状を見る限り成し遂げたようだな。それがあのレネギスの金寮の奥の部屋だったのね。あのレナ世界に咲いた花は何なの。花。ああ、あれはダナ側からの精霊力を取り込んだ精霊自身が実体化したものだ。あの規模で実体化しているのだから大した量だよ。おそらくレナ世界の構造と物質的にも一体化している。ヘブレクトの35は計画が最終段階に達したと言っていたわ。間違いないの。そうとも、まさか生きてこの目で観測できるとは思っていなかった。そろそろいいかな。この後何が起きるか見逃したくないんでね。
世界が終わるかもしれないっていうのに。ずっと自分たちだけで暮らしてきたせいで、少し考え方が独特になっているのかもしれないな。何もかもひっくり返っていく。俺たちの世界に本当のことなんてあるのか。まさか王や巫女だけでなく、レナ人そのものが作られた存在だったなんて。少し整理しよう。信じがたい話ばかりだったが、とにかく俺たちは全ての謎の答えにたどり着いたように思う。そこまではいいな。そうだな。さすがにレナの精霊などという人外の存在だとは思わなかったが。それがダナの精霊力を欲しがったせいだったよね。ああ、そのためにレナの精霊がヘルガイムキルを操り、そのヘルガイムキルがレナ人を、そしてレナ人がダナ人を支配する構図が出来上がったんだ。精霊が直接支配しているのがヘルガイムキルだけなのも、レナ人が本当はダナに属しているからなのかもね。とはいえ、あまりにたくさんのことが一度に明らかになりすぎた。こういう時は少し頭を冷やした方がいい。どうだろう、それぞれ自分の中で考える時間を取るというのは。確かにそうだな。もし本当にレナの精霊が全ての黒幕なら、次の戦いがダナだけでなく、レナを含めた世界全てをかけた戦いになる。やるならお互い迷いがないようにすべきだ。わかった。この中なら危険もなさそうだし、一旦解散しよう。シオンは一人にならなくていいのか。そういうあなたはいいの？みんなの様子を見て回りながら考えようかと思っていたところだ。私もみんなの思いを知っておきたい。あなたと一緒に行くわ。わかった、行こう。みんな思い思いの場所に行ったよね。ああ、一人ずつ訪ねてみよう。